もやんの人生ふらりつまみ食い。今日はですね、なんとね、佐久市に、来ておりまして、佐久平、佐久平の、ここは有名な大橋さんというちゃんこ料理屋。これは皆さんね、この辺に来たらね、ぜひね、来てください。大橋、相撲では昔のあのお相撲さんでね、この辺出身の人で、大橋というお相撲さんが今いたのが皆さんご存知と思いますけど、今日はその親方が、経営してるというね、でまたそのこの近くにあの私はもう50年来の、知人で、寺尾さんという方がね、今日ご夫妻一緒です。でそこへまたあのご多分に漏れず必ずあの、ついてる三軒スポーツ代表の吉川さん、寺尾さんの横で春山さん、佐久の市役者が、それからあの隣の立石屋の、墓さんというね、ハンドボールの選手が新聞記者もやったんですよ。まあ、そんなことで今日は皆さん、奥様あの寺尾さんの奥さん、皆さん一緒で寺尾さんは最近本を出されて最近にない超ベストセラーを出したあの方でして、この辺ではもう名手と言われている人ですね。今日はあのもうな私はもう昔からお世話になっている今日もお世話になっている年に一度そこへ持ってきて、春山さんというあの、佐久平市役所の、方ですけど、まあ、案内をしていただいてね、明日はオータムキュートっていうね、私が日本一うまい果物と推奨している果物ですけど、明日はそこへ行きますけど、その前に、まず夜は大橋のちゃんこ、もうちゃんこナンバーワンここは、そんなことで皆さんもぜひ、佐久平に来られたらね、大橋さんに寄っていただきたい。それでは、しゃべるより食った方が食い地が張ってます。食い地1号、食い地2号2号です2号ではいただきます。どうぞ。食べたいのは大丈夫ですか？大橋は YouTube で宣伝するように。いやいや、すみません。今言えましたか？おかみです。おかみ。大橋さんのおかみ。もうここ素晴らしい。看板娘です。看板娘の大橋さんの看板娘。娘ババアです。いや。ここに来たこと1年待ってましたから。久々に。体調はいいですか？体調です。もう絶好調です。はい。6時半です。夕方の。で、市長。市長っていきなり言ったけど、いやいや、佐久平の、佐久の市長です。皆さんのお仲間でいつもね、来て、こうやって一緒に食事をさせてもらってます。ちょっと宣伝ちょっと。はい。大変ね、佐久の。美味しいね、ちゃんこ鍋もある。佐久市でございますので、多くの皆様に東京から75分ですので、うん、ぜひおいでいただきたいと思います。ゴルフ場あるし、どうぞ、ね、遊ぶところもあるし、うん、温泉もあるし、美しいね、大橋がある、美しい自然があって、ふるさと納税もよろしくお願いします。俺も佐久 の観光大使になるやっぱりようなもんじゃない。そんなことで今日は皆さんと一緒にすっばらしい飯食って、明日はまたすごいよ、オータムキュート。プルサクラプロンヌ、はい、そんなことで。うち40年やってきたけどね、コロナでちょっとダメそうだけど、もうコロナもうすぐ回復します。エモトさんのふるさとそこでちょっとこっち行ってね、こっち行って、こっち80歳で作家になってる人がここにいるわけだ。寺尾さんと闇の国っていうね、闇の盾だ、本当は闇の国って俺言いたいんだけど、ね、その寺尾さんとご夫婦が来て、まああちらもね、非常に怪しそうだけど怪しくない、みんな正義、正義感、正義感、やっぱりこうやってね飯食ってね、元気でコロナに負けず、世の中をまたね師匠が先導を切って、策を盛り上げていくというね。長野県はでも昨日テレビ見たら、はい、女の人が日本一なんですよね、長寿の。そうなんですよ、そうなんですよ、すごいね、89歳、佐久の、長野平均寿命は89歳、
だから、長生きした したい人は、佐久に移住しなさい。年寄りも夕方遅くはない。そういうことで、一つよろしくお願いします。ありがとうございます。場所これ。そう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 。ありがとうございます。ここです。あのクローンの先生もいて。今、締めの、おかみに使ってもら作ってもらった、おじや、これで最後締めてます。今日は一人三人前ずつ作ってます。まあ、いい味だねこれ本当。うまい。うまい。締まりがいい。締めが。やられる人もいっぱい食べてます。おじやって表現がいいですね。おじやですよ。おじや。